アルファードでございます。いや、このすごいですね、ドアが開く機能というのは。俺のですよ、これ皆さん、これ俺の車。見ましたか皆さん、これがアルファードですよ。なんか一気にですね、俺がなんかもう大物に見えてきたでしょ皆さん。俺が、今回はですね、まあ、そんな新車のアルファードが納車されたということで、まあ、僕はですね、乗り回したい、まあ、遠出をどっかしたいと思いまして、まあ、ずっとね、納車されたらやりたいなと思ってた企画があるんですけども、まあ、その企画というのは、第1回新車アルファード復活ろー。今、現在時刻はですね、まあ、大体夜なんですけども、なんと私、東京に行きます。東京に。僕のメンバーに、一人ずつ電話かけていきます。今から東京行かへんかと。まあ一応言っときますけど、今日金曜日で、ちょうど今金曜日ね、花金なんですよね。まあ次土日なんで、まああいつら多分ね、予定なんもないと思うんですけど、まあ先輩からの無理なお誘いに、まあ乗ってくるやつはいるのかというのをね、今回検証してみたいと思います。早速やっていきましょう。メイクイットパスフォーイズ、ファルディス。まあとりあえずはじめ念願さんから、もしもし、レンガン？はい。俺と東京に行かないか？アルファードで。え、アルファード届いたんもう。またまた。お前暇やろ、どうせ。いやいや、ドラクションレベルアイや。いや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 。ガチ、ガチで。ガチで。でもガチで行きます。いや、もう俺は誰よりも早く、メーターを1000キロにしたいね。早く。あ、わかるわ、それ。うん、行こう。わかるわ。それ言われたら行くわ。そこなんや、お前。だから俺さ、桁上げるの好きだよ。あ、そうなんや。新たな趣味。じゃあ行くわ。じゃあ、さす。しばらくしたら、迎えに行きます。カモやなぁ。カモすぎるなぁ。おう！まあ、私の右腕である、キム君に。アルファードで東京行かへん。いつですか？今から。あ、今からですか？うん。あー、わかりました。カモすぎんなぁ、お前。じゃあもう。あの特に驚きもしなくなってきました。彼のフットワークの軽さに関してはもう特に何の驚きもなくなってしまいましたね。おう！マコ！僕、明日、滋賀で結婚式に参加するんですよね。じゃあお前、アルファードと結婚式どっちが大事？結婚式でしょ。それはそう。まあ、しゃあないね。おう！すぐにかけます。車って静岡まで車で行くのに6時間かかったこと覚えてますよね。それはね、だから、それでも、まっさらに生まれ変わりたくない。あの日のこなしに乗り越えていこうや。まあ、いけなくもないんですけど。アルファード広いから全然編集できるから、中で。ああ、アルファード全然いける。アルファードでいきます。まあ、じゃあ、まあ、一応行きますか。お！まあ、そういう編集なんて手伝いが全然悪いね。お！頼もしいね。衝撃の参加率ですね。あいつらなんか、バカなのかな？おう！ヤッホー、バカちゃん、行きしてる？あ、てかてかてか、はい、どうしたんですか？ちょっと編集中なんですけど。今から東京行こうぜ。編集し出血大サービス。お前に、社内の音楽の操作権あげます。うわー、それは強い。行きます。いや、そこかい。そこかい。おう！最後じゃ、ノエ。撮影使ってですか？いや、もう遊び遊び。スタバ行こう、スタバ。なんならさ、サービスエリア一個一個泊まってスタバ全部行こう。全部ベンティーで行くよ。やったはい、じゃあ今からじゃあ来てください。わかりました。はい、じゃあね。皆さん、お分かりいただけましたでしょうか。これがあのチャンネルメンバーのふっかる具合。いや、もう友達付き合いがなさすぎて、もう足元に何もないんでしょうね、抱えるものがね。重りが何もない。はい、まあじゃあ今からですね、東京に行きたいと思います。つらっ。え、結構なんかみんな来たんですね。なんか僕、関西に電話した時になんか、いや、お前には誰が来るか言わねえみたいな。それ言われてない。なんかここに返事呼ばれたんですけど。あれ、え、てかあれ新しいアルファードじゃん、マジで。うわ、そうじゃないですか。でかい。ショー来た。でかっ。いいこと。いやいや、でかっ。ダサすぎ、ダサすぎ。え、カムチェックアルファード、ウェルカムトゥアルファー。え、すごい。お前やばいっす、なんかもう。え、なんか顔が痛い。ここで食われそう。食われそう。すごっ。
見とけよお前これ、はい、エンジンかけてないおおえ、なんで座席開く、しかも自動、え、なんで開くんですか、いやいやいや、え、これ後ろ最近のドアってのは開くようにできてんだぜ、いや、ドアは、ドアは開くいや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 、ほらめっちゃめっちゃ曲がる、いやそりゃそうや、そりゃそうや、しそうじゃなかったら後ろ入られへんけど、めっちゃ動く、当たり前やろ、そうじゃなかったら後ろ入られへんやないかい、いやお前ら今から東京行くからだほんまに、ちなみに、いやーマジ、まあまあ、全然心の準備できてない、あーちょっとスタッチ東京調べようかな、東京、あ、5時間48分、え近っ、485キロ、あ、そうだ、全然かもやん、そうやったらタイと一緒やな、ただのドライブやんじゃん、でもサービスエリアの数、あの東京までで何個あるかっていうかけさ、いいよ、はいやな、いっせーので 13! 13! ペンガさん、はい、俺23、マジ俺13、うん、どうしよう、おぉ俺17、僕20です、10です、私も10です、え、10です、近くないかな、おぉじゃあ、一番遠かったやつはパーキングエリアでおしっこできない、バカだれそれ、しかも10きつい、一番多く言ったんが俺か、そうっす、一番多かったんが23って言った俺が、だからもうどっちかなんすよね、だから俺か野駅部か、はい、今皆さんは日本で一番最初にできた高速道路の上にいます、お名神高速道路尼崎立東館の上にいます、まあ、滋賀で唯一は栄えてると噂の大津や、あ、大体大津に S やったんや、あお、S1 個目、あ、1個目、あ、1個目、あれ S1 個目終わらないですか、いや、じゃあ今みんなちょっとびっくりした、びっくりした、企画だ俺、企画会議一本グランプリー、これはですね、やっぱ車の中でね、やっぱり良質な企画というのが生まれるわけですよ、まあ確かに今までの企画大体車やった、そう、ウイレドッキリもあれ実は車の中で生まれてるんですよね、そうなんだ、じゃあ僕からじゃあまずね、行きたいと思います、はい、じゃあ、はい、そうですね、そんな出てないや、この目の前にあるこのね、あの街灯あるじゃないですか、街灯ね、この街灯の一本が歯医者の鏡になってる歯医者ですよ、あれね、あのちょっと形似てるんで、まあ似てるね、だいぶ一本マジで甘いな俺この壁みたいなのが気になってるけど、今このなんか今ないけどさ、高速道路とかってさ音よけみたいなのあるやん、あれを挟んで、うん、告白しても聞こえるのかっていう、あれを挟んで、あ、騒音対策を持ってしても、騒音対策を持ってしても愛は伝えれるみたいな、てか浅い浅いんだ今の、浅いんだ今の、浅いって何、はい、草津サービスエリア着きました、着きました、トイレまだやな、昭和なんかあんま、うわすごい、すみっこですかそれ、メインちゃん、メインチャンネル、メインチャンネル、メインチャンネル、それメインっすか、メインっすか、それこれメインマジっすか、メインっすか、それこれメイン、え、まあ一旦見上げ買おうじゃ、これやばいっすよ、これこれ買おうじゃ、いや、一回だから、大津伸ばしてもうたんや、全国のサービスエリアの全部買って、全部伊沢にあげるって、1個ずつ買っていって、これどこのサービスエリアに買ったの、それいいな、それ絶対無理やろ、ちゃんとサービスエリア行った証拠として、各サービスエリアにつき最低1つお土産買うというね、はいはいはい、企画をやってるんですけども今、でそれを最終的にこのアルファードを推薦してくれたタクシーに、全部ぶつけると、全部だからこれ参勤交代なの、これ実はこれ参勤交代、タクシーのものを集めて納めに行くというね、そうではないけど、食べ残しカンニング選手権っていうのがあって、忍たま乱太郎のあの学食のおばちゃんとか行って、バレないようにご飯を残した方が勝ちって、もうそもそも、いや、あのおばちゃんのこめかみについてはバレずに剥がしたやつ勝ちそれはちょっと言いたい、きり丸よりも先に五円玉見つけたやつ勝ち、それはもうそれは神兵のよだれでなんか作ってみた、神兵のよだれと坊ちゃんの鼻水トンセツ、ありました、ありました、粘土どっちの方が強いか、はい、サービスエリアの鬼スッチーです、頭のやつある、あ、うまそう、これ伊勢たくあん、タクシー、あ、伊沢タクシー、はい、はい、じゃあ買いましょうか、はい、というわけでご在所つきました、イエーイ、シールドラゴンだ、
お前言ってないわ。アルパーで一瞬で汚せやん。はい、ここが、カリアサービスエリアですね。俺とノエリンで、はい、東海オンエアの聖地、この岡崎のねサービスエリア、はい、6個目です。これ何が有名なの逆に。いやもう東海オンエア。いやそりゃそうなんやけどさ。これ伊沢に渡すってちょっといかがわしい。いかがわしい説明。さあここがですね、なんという場所かと言いますと、長篠長篠の戦いの設楽原、そして長篠の設楽原、長篠設楽原なんだ。これを5回言って、これを言い続けて一番初めに噛んだやつが、はい、ジュースをおごりっていうことにします。もうジュース買った。もう出川さんに僕ジュース買いましたよ。もう長篠設楽原、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 長篠設楽原。すごい、結構言える。長篠設楽原、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 長篠設楽原。おお、おい、長篠設楽原、品流し。あはははちょっと待って、ちょっと待って、分からへん。もうなんかボツ個性化してるぞ。いや、さすがにあれでしょ。え、嘘、あれこれや。いや、いや、今ボケで言ったんかと思った今。俺気づいたわ、やっぱボクシーの方が良かったマジっすか。お前、アルファードっていう何をもってそう思った。いやいや、あのアルファード世界一台しかないのに、あのボクシーね、この車みんなが持ってる。この車めっちゃ強い。それでおもろいか。あれ、あの一個いいけど、おもろいかそれで。マジな話、快適さが全然違う。いやでも大阪ってあったから見たら、うん、あ違うって。昔のあのボクシーさ、たまにおるけど絶対間違えへんやなんか。そうね、そうね。いや出ようかな大阪。まだ喋るから。出発させねえよ。出ようかな思った。お前が、あボクシー良かったねって言ってくれるまで俺は。いやもうクソうざい。嘘でも言わなあかんやそれ。お前あのボクシーの良かったところ言って。あのボクシーの良かったところ、うん、ですね、全然出てこない。思い出言わなきゃこそ早く。いや燃費悪いし、あの後ろドア開かねえし、アクセルもブレーキそんな効かねえし、あクリビエンションねえし、あと何あった？思い出 D。 あれもシールいっぱい貼ってあったね。やしいか、やしいか。お次は浜松だよ。朝のテレビラン番組で静岡限定DHA カツオパワーバリカツオくんというね。はい、ちょっとスキム歌ってこれの曲。リリンリリンリバリカツオ、リリンリリンリ絶対カツオ、バリカツオ、リンリンリン、リリンリリンリンバリカツオ、リリンリリンリンバリカツオ、絶対カツオ、うーん、うまい、でっかちゃんだよ。わーいわーい、気づいたんや、気づいたんや、わーいわーい。あと一人。イエーイ、チャンネル登録者500キロ突破、イエーイ。俺だけだったわ。待って、あのさ、あんだけパーティーいたのにさ、2人になったんや最初。朝ごはんの時間でーす。というわけで今日の朝ごはんはわかめうどん。何もご当地じゃない、2人とも。まあ今ちょっと静岡のまあ半分、3分の2ぐらいかな、来たんですけど、まあ残りにね、僕はちょっと運転させてもらいたいと思います。ということで、もう後ろの人たちは多分もうね、ちょっとまあ、そうですね、闇の世界に誘われてることかと思われますけども。というわけで皆さん、ここが足柄サービスエリアです。ということで13個目のバッジ、エビナタウンに来ました。東京バナナ売ってるんですけど、東京バナナ売ってる。あ、ついに東京バナナが売ってるところに来ましたよ。これをぜひ買っていこう。もうすげえ終点じゃん、これ終点、透明コード、すげえ、すげえ、すごい、透明班終わった。え、制覇したんすか、僕たち。あれ、制覇しました。東京都が、東京領域、東京都です、こっから。すごい、東京だ。おう、
ゆきらです。こうちゃんです。というわけで我々、はるばるね、大阪からここまでアルファードでやってきました。めちゃめちゃ運転してる。で全部のサービスエリア寄るみたいなことをやってまして、全部のサービスエリアからお土産をもう買いつまんできて、めちゃくちゃ近い、ちなみにじゃあ問題です、はい、大阪吹田インターチェンジを出発点として、まあ、東京で降りた場合何個のサービスエリアがあるでしょう。うわー、だからテレビ推定して、テレビ推定、パーキング何メートル、パーキングエリアが2つあったら次サービスエリアぐらい。ああそれぐらい、数的にはそのぐらいなんですよ。で、パーキングエリアがあれどれぐらい大きにあるかな。結構するかな。でもね、10キロとかなかったかな確か。え、なんか前ね、前調べたんだ定義を。てかその定義とかあるんだそこに。12 リアリティ、リアリティを出して12。え、じゃあリアリティ出して21。はい、おお、じゃあ、なるほど。花尾さん、答えを発表します。はい、答えはドゥク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 ドゥン、13個でーす。惜しい、惜しい、惜しい、惜しい。ということで、じゃあ並べますか。一旦全部並べます。並べますか。こんだけなりました。こんだけなったね、これ。いやでもこれ本当にあの僕らからのささやかなね、お土産なんで、これぜひね、ぜひ全部伊沢に食べさせてください。でもさ、サービスエリアないな。もうないよ。え、どういうこと。ってことは、え、13でしたね。花尾さん正解。え、すげえ、俺正解や、マジで。でももうあのこれで今からガチピンポイント、ガチピンポイントとか言った後に SA あればいいの。じゃあ最下位電源さんちゃんじゃん。いや別に俺、別に最下位になったつもりはないよ。三つ親ないかもしれんけど、あの師匠として最下位なのよ。みんなが最下位っていう分にはいいんやけど、俺は最下位になったつもりはない。いやもういつも数字が好きで、あの絶対的な指標である数字って概念を急に覆す男。